皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。プロコーチの望月宏です。バックスイングについてのお話をしていきたいと思います。まずですね、このバックスイングがスムーズにいかないと、やはりその後の流れが悪くなってミスショットは出やすくなると思うんですね。最初のスタートでつまずきたくないっていうのがバックスイングでもあります。でそこでまずはどこを先に動かすかということで悩む方が多いと思うんですが、例えばボールを投げるときにこの手と足使いますけども、足の方が先にこう動いていると思うんですね。例えばこう何かを打つ、ね、テニスや卓球などもこう足が先で、ラケットが後から来るという形になると思うんですね。しかしゴルフの場合はいろいろとこうヘッドをこう動かすとかですね、クラブから動かしましょうとか、まあ、そういった説明がよくあると思うんですが、スポーツ的に考えますと、まずは下半身が動いて上半身が動く、それによってクラブが動くというのが当たり前となります。これを連動動作というんですけども、下半身から上半身に動きを伝えていくという、そういう流れでスタートするのが基礎的な動きとなります。ですので下半身の動きですね、バックスイングですから左足ではなくて右足ですね、右足が先に動いてから上半身とクラブが動くという形でスタートするのが一番いいということなんですね。ですから構えてから少し足を動かしてですね、右足の骨盤の回転ですね、ここからスタートしていくと。で下半身が動いて上半身が動く、そして切り返しも下半身が動いて上半身が動くという順番になりやすいですので、必ず右下半身からスタートするというのがまずおすすめしたいと思います。で次にですね、上げ方ですね。まずクラブを持って先ほどの体だけ回転するとあんまり上がらないのが、ね、分かると思うんですね。クラブが上がらない、上げ方という言葉がありまして、下半身上半身で動くと実際のところは前傾してなければクラブが横に動くだけですが、前傾をしている分だけ少し自然に上がってくれます。前傾してないとここですね、前傾してますから勝手に上がります。ただ回転するだけで、例えばこのようにですね、指だけで持ってみても体を回すだけでクラブというのはここまで上がります。ただここで終わりです。ここから先は右肘や手首を曲げることによってヘッドは上に上がります。これが上げるという動作に、しっかりなると思うんですね。そうすると手を使ってるではないかという形になるんですけども、よく手を使ってはいけないという、ね、表現も、聞くと思うんですけども、手を使わないとこの、形にはなりませんので、このまんまになりますから、このままこう打つプロはいないと思うんですね。ですので、手打ちはダメだと言いつつ、必ず手というのはこう、ね曲げて伸ばす動作がありますので、これを使わないとクラブヘッドは走ることはできませんので必要となります。上げる動作は縦のコックや右肘の畳みですね、これによってクラブヘッドは上に上がってくれます。これが上げ方ということになります。ですのでまとめると、下半身が動いて上半身が回転してから右腕を畳んだり手首を曲げる動作によってバックスイングというのは行われるわけですね。極端な話、手を使わないっていうとこんな形で終わってしまいますので、必ず畳む動作が入ります。これは必ず、畳む動作があることによってヘッドが上に来るということが、分かってくると思います。でこれらをですね、まず気をつけるときに細かくやると、その後のですね、ダウンスイングとかフィニッシュがスムーズにいきませんので、なるべくですねシンプルに下半身が動いて上半身が動くというぐらいにしてですね、打っていく方が、コースではうまく打てると思います。
あまりバックスイングに神経質になりすぎてもその後の動きがおろそかになったり失敗が出ますので、スムーズにスイングすることを一番に心がけますとスムーズに切り返しフィニッシュまでスイングができますので、あまり神経質にならないようにラウンドは特に気をつけてください。まあ、練習場ではね多少こう細かく気をつけて打ってもいいんですが、まあ、あまりバックスイングをつけているといいショットは出ませんので、なるべく考える側は少なくした方がスムーズなスイングができますのでおすすめとなります。ということで今日はバックスイングに悩んでいる方についてお話ししました。では今日もご視聴ありがとうございました。